まあ、エンドとペリオとインプラントって盛りだくさんなんですけども、もうエンドは何を気をつけていけばいいか、ペリオは何をすればいいか、インプラントはね、もうそれぞれインプラントメーカー違うとこ先生たちは使いでしょうから、まあそこら辺の要点だけを現在どういうふうにしてるかっていうのを実習で少ししながら2日間していきたいと思います。卒業してくる先生たちはバリバリインプラントセンターができると思うね。抜いてすぐインプラント、そこに力をかけてくるから。でもそういうところには多分もう一回インプラント入れて終わって、そんなに通わないと思う。だからそこで勝負するよりもやっぱ一番エンドを簡単にするって言ったら、本当にプレパレーションしてエンドすればいいんですよ。でもそれを臨床でしないんですよね。なんでしないんかなって。で、まあ特に若い人っていうかで、その脂質がきれいでカリウスが深いだけでやっぱ缶をかぶせないっていう臨床例、症例も出てくるから、その時にですね、まあこういうふうにここだけのカリウスが深くてバツにするっていうことも臨床ではあるんですよね。で、それはもう本当に、で、K ファイルと H ファイルしか持ってないんです。リーマ使わないんです。全部 K ファイルと H ファイルだけ。こういうふうな、特に2番、先生たちも多分難しいのは上顎の2番、足切歯ですよね。病変を作ってるのが多いのは2番。横から見るとこういうふうに切ってる。入れてまっすぐこう切るんじゃなくて、入れて少しテープを開いてカットしてる。こういうふうな切開、ただこのまままっすぐ切るんじゃないですよ。少しこういうイメージで切っていて、で、歯肉口内切開ですね。最高のルートプレーニングを。やっぱ手でするのは限界があるんですね。で、患者さんをできるだけ早くしてあげないといけないと、もうこういう超音波スケーラーを使う。